はい、はい、春です。健です。はい、やっと今日で最終日迎えましたね。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。もうたくさん、本当にたくさんですね、うん、来ていただきまして、もう予想以上でしたね、うん、びっくりしたでも皆様にご挨拶できましたし、うん、まあ、ちょっと残念ながら来れなかったという方もいらっしゃると思うんですけども、ちょっとイベントをここ2日間させていただきまして、皆さんね、喜んで買っていただける顔見れたんで、ちょっとホッとしています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、でまた来年こういったね、イベントとかまたいろいろやっていこうかなと思いますので、うん、喜んでいただけることとかね、うん、なんかあんまりこういったイベントとかもなかったんで、またいろんなね、まあ、多肉のイベントだけじゃなく、観葉植物とか、まあ、いろんな、その、雑貨とかね。雑貨とかも、そういうのも含めて、うん、なんかいろんなことをみんなとできたらいいなと、っていうか、やっていきたいです。やります。やります。はい。あと、インスタグラムで、ストーリーでちょっと見ていただけてる方は分かると思うんですけど、うちの嫁さん、実はプロダンサーですね。知ってる方は知ってると思うんですけど、ちょっとプロダンサーでして、イベントごとでね、なんかそういうステージとかね、もしあったらそういうところで楽しんでもらえるようなダンスとか、うん、していただけるんですか？そうですね。まあ、もともとダンスやってて、そういう企画とかイベントするのが好きで、まあ、植物のイベントだけじゃなくて、植物と接してもらえる機会を作りたくって、まあ、いろんな人が植物にこう、癒されていけるような感じをしたいから、植物好きの人だけじゃなくって、いろんな人とこう、つながれるように。うん。なんかもしていって、面白いことできるんちゃうかなと思って、なんかやりたいなと思って。まあ、昔の映像見たら、ちゃんみなさんの先生のダンサーだったんで、YouTube で出てきますんで、はい、多分変わった演奏してるから、わからないと思いますが、気になった方は見てみてください。はい、ちゃんみなでいろいろやってます。ちゃんみなさんですね。いろいろね、あとありましたけど。はい。はい。いろいろやってました。はい、すいません、話ずれました。ここだけの話なんですけど。はい。どうですか、1年振り返って。もうずっと駆け走ってたような1年だったかなと思います。日々何かを、まあ、達成じゃないけど、うん、超えれた時とかにまた次の試練が出てきたりとかして、もう何やろうな、くじけそうになったっていうか、まあ、そういう感じもあったけど、でも結局やっぱりいろんなお客さんと出会って、お客様と出会って支えていただいた1年だったかなと思いました。はい、ありがとうございます。オープンしたての時から来てくださってる方とか、オープンしたての時の店頭の様子を見てくださった方はね、分かると思うんですけども、本当にね、オープンしたての時が植物ちょっと少なくて申し訳なくて、心配の声もあったんですけども、ちょっとずつね、植物増やしたり、店頭の装飾というか、うん、機材とかをちょっと変えてみたりして、ちょっとでもお客様に楽しんでもらえるようにね、ちょっと今年1年走ったなと思います、うんうん、でもその中でいろんな方と、本当にいろんな方と出会えて、いろいろ学ばせてもらったりとかもありましたし、もう我々がちょっと目指してるアットホームなお店っていうのをちょっと目指してるんですけども、気さくに話しかけてくれるようになりましたね、うん、でいろいろね、植物で困ってることであったりとか、お話できたり、植物がこうなんでどうしたらいいですかとか、なんかこういうちょっと日光が当たらなくてこういう植物欲しいんですけどっていう方に直接こうお話できて、一緒にね、植物を選ばせていただいたりとか、もういろんなことをちょっと経験できた1年であったり、反省した1年でもあったり、なんか濃厚な1年でしたね。もう何、どういう植物をね、入れたらお客様がこう喜んでもらえるかなとか、うん、植物を特にご購入さなくても店頭に足を運んでいただけるっていうだけでもね、うん、嬉しかったですね、うん、実家に帰るような気分で来てもらったらめちゃめちゃ嬉しいですね。毎回近く通って挨拶だけとか、うん、
遊びに来てくださってる方とかもいらっしゃいますし、うん、もうなんかそういうふうに皆さんがこう集まれるようなね、うん、雰囲気に、うん、来年はもっとしていこうかなと思いますね、うん、ここのお店を知ってて紹介で来てくださったお客様とかもいたりして、でうちをきっかけに仲良くなったお客様同士もいたりとかして、なんかそういうのもあってすごく面白くていいな、嬉しいなって思いましたね。まだけど来年はちょっとお正月お休みがちょっと1週間ぐらい入るんで、うん、来年の1月7日から7日、はい、が営業開始、営業開始ですね、になります。朝10時半から18時まで、18時まで、ね、になります、はい、ちょっと30分短くなります、なります。またカレンダーの方とかはまたインスタの方でも上げてるので、あとは Google マップとか検索していただければすぐに営業スケジュールとか見れたりするので、またチェックしてください。はい、基本は水曜日休みなんですけど、来月の1月だけはちょっと前後にずれたりとかする日があるので、必ずちょっと見ていただくか、もし不安でしたらご連絡いただければ営業日またお伝えしますので、はいはい、気軽にご連絡ください。はい、あと東京のことぶき園さん、メディアの雑誌があるんですけども、そちらの方でうち当店を紹介させてくださいっていうので記事にして掲載させていただきました。嬉しい、こうやって紹介してもらったりとか、ね、まあね、たくさんの方に知ってもらえる、そうですね、よく見つかりましたねなかなか気づいてもらえない分かりにくいお店なので、なんかね、嬉しい、知らないところで、うん、なんかこうやって実は見ていただいていたとか、すごく嬉しいですね、うん、来年はもうさらなるパワーアップしたガーデンを、はい、皆さんと一緒にこの空間で過ごせたら、そうですね、いいなと思います。育ててもらえたら可愛がってもらえたら本当にもうそれだけで十分ですね。ほんまにみんなに可愛がってもらって、よくしてもらって、そう、エイトシアのもう感謝しかないです、感謝しかないです、ありがとうございます。なので2023年も、はい、私たち、はい、夫婦喧嘩をしますけども , 笑顔でお客様には対応しますのではい、夫婦喧嘩はしますけど、幼稚園に気にさせてくださいね、はい、ほんましょうもないしょうもない喧嘩はしてますけどそういう時はそっと見守っていただきます。はい、まだ1月7日からまたオープンさせていただきますので、はい、たくさんの、ね、方にまた遊びに来てもらえるように頑張りますので、はい、来年2023年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、本当に今年いっぱい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。お願いします。